うわうわ、マジか、かっこいい。10億の価値、いや10億どころじゃねえからな、桐生さんの価値。本当に登場界のやつらみんな分かってねえんだよ。桐生さん一人にどんだけの価値があるか。いやしかし多いな。いくぜー。こうやって複数の人数を巻き込むヒートアクションをオラ使っていきたいね。よいしょこれこれ、あってか、あそっか、お酒は飲んできたんだ。多少酔っ払ってる状態だけどちょっと酔い冷めてきてるから、おいスコッチいっとこう、スコッチ足しとこう。おらー、てかヒートアクション使うとちょっと酔い冷めちゃうんだっけ。いや壊し屋は戦いやすいな、こういう時。一気当選だわ、一言で言えば一気当選よ。見てるか新村さん、まだまだ行くぜ。気持ちいい。なんかもっと面白い武器とか落ちてたらいいのに、なんか上とか行けないの。あ、上行けないんだ、なんだ、上から突き落としたりしたかったのにそれー、いくわよーこれ楽しいなー。よし、植物いくぜー。お前で最後か、かますぜスラムダンク。織田と橘は無事に逃れたようだな。で、え、これまだ続くやつ、どっかに進んでいくのか。え、こっからは固く閉ざされていて開きそうにないな。内側からは開けよう。どこ行きゃいいの、こっち、こっちで合ってる。あ、目的地こっちになってんな。入る。普通に開けて、あ、いたいた、小田さんと橘さん。桐生さんご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだ、ね、ピンピンしてますよ。ええ、小田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。たった3人相手に全力でかかってきやがって。一人で戦ったけどね、俺は。何を言ってるんです、初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かって。いやすごい人だな橘さんは。これくらいの修羅場なら車の時といい、今までに何度も経験してきたじゃないですか。すごいわ。それに桐生さんもいるんです。ヤクザも向いてんじゃないの。戦いではありません橘そうでした、それじゃ一丁ビシッとやりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の沽券に関わる。おいおいおい、いいチームになってきたじゃん。それじゃそこの扉から外に出よう。うん、ええ、行きましょう。外にもびっしりいるんでしょ、どうせ予想できるよほらね、ほら、この灯籠使えそうですね。さすが登場界本部、立派なもん使ってますね。おら、いやこの重量まずいでしょ殺しました、この人、人殺し。っていうかこれもしかして橘社長も戦う感じ。うわ、ファイティングポーズ取ってる。社長も戦ってくれるんだ。よっしゃ、新人が先頭切っていきますよ。おら灯籠一本もなくなっちゃう。それはい、殺した。あ、そうだ、伝説スタイルでも使おうかな。うん、伝説スタイルなんかね、まあこれは余談だけど、この達成目録の中にもね、ほら、堂島の竜スタイルで何人敵を撃破するみたいな達成項目もあるからさ、他のスタイルはもう150人以上倒してたりするけど、堂島の竜スタイルもどんどん使っていこう。よっしゃー、楽しんでこうぜ。おっ、ちょっと待って、この人銃落とした、もしかして。やったー、ヘイ今もう眉間打ち抜かなかった。どこ行きゃいいんだ、あっちか。よっしゃー、遊ぼうぜあ、もう弾切れ早いよ、弾切れが。お、投げたあ、池に投げ込むこともできたんだ。それもっとやればよかったな。よっしゃー、さ、うおっ、いいもん持ってんじゃん、それくれよ。おっ、かっこいいなにこれ。連打、よっしゃー。マジか、この人ためらいないな。今ヤクザじゃないのに平気で切りつけるじゃん。いや、これは新村さんも認めてくれるんじゃない？若い頃の風間さんそっくりでしょう。二人は無事？大丈夫か？なんとか。それより先を急ぎましょう。小田さんの赤いハンカチおしゃれだよね、このスーツのさ。うん、よし、行こうか。どうせまだ湧いてくるんでしょ。あ、でももうちょっとだな、出口。ここが最後の踏ん張りどころよ。来た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 。そういえば自前の銃も持ってたな、桐生さん。何で手に入れたのか忘れたけど、サブストーリーかなんかで手に入れたんだよね。あ、でもこれ改造モデルガンなんだ、実弾じゃないんだ。せい血出てるけどね、改造モデルガンでほぼ実弾でしょ、こんなのさて、ん、それ、ここには灯籠ないの？連携技だ、社長との。かっこいい、サンキュー社長。それ、これで最後かな。うお、通行止めを破壊した。まだある。うわ、いやでももう出口が見えたな。これで最後か。暴れるぜ、伝説スタイルで。なんか伝説スタイル特有のヒートアクションとかないのかな。なんか今極みって出た。あ、出た。お、かっこいい、かっこいい。あ、これ他のシリーズで見たことあるわ、今のヒートアクション。あれかっこいい、あれもっと使いたいな。どうやって出すんだ、相手の攻撃に合わせて三角か。あ、また知らないことやってる。あ、かっこいいな。うん、やっぱこのスタイルは他のシリーズで見たことある感じのヒートアクションが結構見れるね。楽しい。あ、楽しいな。社長たちも頑張ってくれてんな。いい仲間を持ったね、本当に。そいやー、なんだろう。お、あ、また刀のやつかよ。さっきと同じか、これ。刀投げてくれるんじゃないの、さっきみたいに落ちてなかったからダメなの。いててててて、くっそ、ちょっと待って、かっこいいヒートアクション使いたいな。いやでもこういう囲まれた時の壊し屋の安定感やっぱすごいな。しかもたまに武器落ちてるしな、この辺。これこれ、そうか、おっしゃ、おお、刀のやつやるじゃん。おか、その刀よこせや。よし、落とした。あ、刀拾えない。なんだ、拾えないタイプの刀かよ。期待させやがって。やっと終わったわ。あー、さすがに多かった。でも楽しいな、こういうのが。無双感あって なんとか生き延びたのが。みんなお腹痛そうにしてる。ここに長居は無用です。行きましょう。キルさん、お腹空いたの？お腹すいたみたいな顔してたけど。お、力は見せつけたでしょ。桐生さんには10億の価値ありましたか？桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。こっからまだ化ける余地あんの？もう仕上がってるでしょ。これ以上の仕上がりないでしょ、もう。あ、これでも手引いてくれんのかな。うん、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組は桐生一馬に手出し無用とな。上に言われちゃしょうがないよね。立花不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。ほう、クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらにこのすぎ。立花が桐生をどう動かすかもわかります。インテリっぽいね、この人は。やっと動くのか。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢の兄貴からの一粒は俺のこの手で差し出しますよ、親父。かっこいい。はあ、これで終わりかな。そういえばこのショーの名前が男の値段だったんだよね、タイトル。10億か。10億じゃ効かないと思うけどな、桐生さんの価値は。どうしたの、海なんか来ちゃって。いつまでこんなとこにいるつもりだ。青春感出したいの。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。やっと終われなくなったしな。あれだけ国道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。ほとんど桐生さんだけどな。なあ、あんた。はい？なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一粒が必要だ。そっか、そういうこと言ってたな。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。まだなんかあるんだな。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。どっかで真島さんのストーリーとも交わるんだろうけど。私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一坪の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀に。蒼天堀、蒼天堀、ええ、ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。蒼天堀か。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。ついに交わるか。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。ああ、さっきの渋沢さん。あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。ほう、近江連合。奴らも殻の一坪。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとって神室町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。ああ、そっか、透析必要だもんな。逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わない。マジ？あんたがどう言おうが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一坪の持ち主は神室町に連れてくればいいんだな。持ち主は近江連合の佐川ですとか言わないよね。俺も行きますよ。西谷とかさ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。2人で行くの、蒼天堀。誰かが俺らより先に殻の一坪を手に入れれば全部水の泡なんです。これはワクワクしちゃうな。策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな。上司だぞ。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。うわー、いいチームになったな。蒼天堀に向かう。でこの章終わりなのか。次の蒼天堀編どうなっちゃうんだろう。真島編。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ほう。あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんのお店に来てもらえますか。アジア街の。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。よかった。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。桐生君って呼び方なんかいいよな。それじゃ後でな。あんまりそう呼ぶ人いないもんな、桐生君って。錦山とかにも挨拶しとかなくていいの。いろいろ心配かけたしな、本当に。とりあえず一旦は身の安全が保証されたわけだな。殻の一粒の所有者が大阪にいるとはな。しばらく戻ってこれないかもしれない。マジ？今のうちに準備をしておくか。幸い杉田ビルのオフィスもすぐ近くだ。しのぎで金を稼いでおくのもいいだろう。そうだね、回収しとこう。準備ができたら陳の店に向かおう。今ならアジア街にも自由に入れるはずだ。ああ、そっか。もう堂島組に追われてる身じゃないから堂々とアジア街にも行ける。とりあえず回収だな。じゃあガンガンかジャリンガンガンかジャリンガンガン稼ぐぜ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。よし、じゃあどうしよっかな。まだ少しなんか時間あるよな。面接でもやるか。